一晩でなんと1200万円の売り上げ。そしてありがとう、食べよう食べよう、綺麗になってる。手料理を差し入れてくれる指名客を持ち、常にナンバーワン争いにいた売れっ子ホスト、シュン。第1位は唯一無二です。1000万円がプレー、年間個人売上8000万円、ローランドの絶対的な右腕、勇姿。今日付で、ザ・クラブ自体を閉店することになりました。そんなきらびやかな毎日もコロナが全てを変えた。ザ・ローランドショー開幕。あれから9ヶ月、売れっ子ローランドチルドレンの今。初じゃないけど何回目かのホストクラブか。あ、育ちいい人だね。え、ハーレムに3をつけるか。頭いいでしょ。大学に行ってた？どこ行ってたの？慶応？頭いいやん。やっぱ頭いいじゃん。俺も大学生だよ。今いいんすよ。初めて来店したお客さんと高学歴トークがマスク越しに盛り上がる。経済経営はチャラいんだよな。お久しぶりです。お久しぶりです。めちゃめちゃ久しぶりじゃないですか。元気ですか？元気です。ホストで稼いだお金で大学院に通い、妹の学費まで負担しているというスーパー苦学生、アイ。どうですか最近は？調子いい方ですよ。調子いいっていうのは？ハーレム来てからなんかまあそういろんなお客様と出会えるのがまた広がったんで、移籍して初月、最初からナンバー5ぐらいに入れたんですよ。7月に移ってきて。本当ですか？はい。そんなアイの次に接客に就いたのは、失礼します、こんにちは。売上が伸び悩み、ハーレムでも掃除組となってしまった桐生聖也。初回のお客さんから指名をつかむため必死だ。どうも。いただきます。おらすジョインキン。いや、よかった今日真っ黒できて。真っ黒合わせたの俺も。きっと黒が似合う人が現れるだろうなと思った。あ、でもマスクピンクなんだよね。分かれるよ。今可愛いからドキドキしてるから多分100以上あると思う。え、今このおー、びっくりした。楽しませてくるね。せめぎ上げてくるね。ほら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 、だからさ、俺嘘つけないから。慶応ガールもご満悦の様子。 See you next time。その後も6人のホストたちが接客。お客さんは最後に送り指名を選ぶ。1時間後、彼女に選ばれたのは、あれ、エイトさん。はい。送り指名ですか？あ、送りでしたね。すごいっすね、やっぱ。いやいやいや、とんでもないです。超ラフな出立ちで何の気負いも見せないこの青年、実は、はい、1万円、はい、1200万円マッシュ。たった一晩で1200万円の売り上げを記録。ローランドに憧れ芸能事務所を辞めホストになったエイト。俺エイトに関しては最初見た時に、俺めちゃくちゃ黒いだじゃん、ザ・クラブにぜひっていう話をして、俺はもううちに入ったら絶対伸びるなと思ってたし、伸ばせるなんかエイトに関しては自信があって。ローランドと出演したホスト TV の再生回数は平均をはるかに上回る200万超え。その後ハーレムに移籍、グループ全体で400名を超えるホストの中でなんと年間売上ナンバーワンを獲得。表彰式にはローランドも出席。自身が育て上げたエイトを祝福した。ザ・クラブのメンバーがね、こうして
エイトが、まあ、いろんな苦しい1年でもあったし、まあ、こういう賞を受賞してくれたのはすごく嬉しいなと、この男女探偵素晴らしいホストだし、もちろん素晴らしいと思います。でもやっぱり僕は親バカなんで、今日はこのエイト1位取ったこと、僕にとって忘れられない日になりました。ジャクラブにいる時にもう上り調子だったんで、タイミングとかあって取れました、ね、感謝です、みんなに周りに感謝です。他にも移籍したハーレムで大躍進を遂げたのがシュン。今日何してたの？テントのこと考えた。本当に？俺もシャンパン入れる。いいじゃん。シャンパン入れていい？シャンパン入れていい？話してたやる？うん、出したいこと何でもしてあげる。本当に？ありがとう。じゃあマジャーブラックね。とてつもなく軽いノリで、ありがとう。1本75万円もするシャンパンを入れた。大箱と呼ばれるホストクラブハーレム、60名ものホストが在籍する中、先月シュンはなんとナンバーワンを獲得。名実ともにハーレムの看板に躍り出た。遺跡組と呼ばれるローランド・チルドレンがナンバーワン。この事実に古株の元ナンバーワンホストは、ザ・クラブのメンバーが来て、はい、ナンバーワン取られてしまって、はい、めちゃめちゃ嫌だったですね。やっぱいろいろ考えちゃったりとかしたんですけど、でなんかそう考えた自分が情けないし、そのザ・クラブ側でも俺様だったりとか、なんかこう上から来るようなタイプとかも全くいなかったですし、一人一人がもうしっかりした人間性持ってたんで、で僕らもそういう風に接するじゃないですか。そしたらもう本当に仲良く楽しくやれましたね、仕事も。ザ・クラブのメンバーが入るっていう話を聞いた時に、はい、ローランドさんが何か言われ持ったことありますか？エットってうちのナンバーワンいるじゃないですか、はいはい、あいつという時に頑張ってるかぐらいだったんですけど、うちのナンバーワンですね今のところ、今のところは。あ、でもそういう感覚になってますね。だからもう先方っていうこう、こう隔てみたいなのないです、全く。新たな舞台にもすぐに溶け込み、圧倒的な存在感を示したローランド・チルドレンたち。一方、ソン・フンミン君とさっきローランドさんに名付けてもらって、いやいや、韓国にこうルーツがあるって。ローランド社長、ハリトさん、フンミンさん、いやー、フンミン、ちょっと会いたくて、え、めっちゃ嬉しい、初指名。入店初日に指名客、300万人以上が視聴した動画で反響もずば抜けて多かったフンミンのその後は、マルコさん、入社同期の、ああ、いないですか？いや、わかんないですけど、まあ辞める人はやっぱり辞めるっていうとこも、もしかしたらお店が戻った時に戻ってくるのかなっていう。ハーレムに移籍後、歌舞伎町を去ったのはフンミンだけでない。お名前は何と言うんですか？エメラルドです。え？エメラルドです。え？エメラルドです。エメラルド、はい、学生でした。大学生でした。ザ・クラブ入るために辞めました。ガチで辞めました。ローランドとセイヤに憧れ、周囲の反対を押し切り単身上京したエメラルド。新年会、コロナ禍直前の新年会では、お、またしたな。エメランドじゃねえよ。エメランドちゃうわ。社長のグラスワイン。グラスワイン。なんか嫌だわ。お前。失礼した。ありがとう。一族の意識みたいな。みんなに愛されていた。そんな彼も、エメラルドさんは今ちょっと実家の方に帰ってます。
いつ戻ってくるんですかね。一応本当は今日戻ってくるって言ってたんですけど。あ、今日、はい、あ、戻ってくるんですかね。戻ってきますよ彼は。あ、戻ってくる、戻ってきますよ。大学辞めて半年洗い物してまでホストになりたいっつって残ってたような子なんで、僕は信じてます。そして意外にもあの超売れっ子まで。ザクラブの絶対的なナンバーワン、ユージ。圧倒的売り上げを誇りながら掃除にも積極的に参加。売れないホストがキッチンに回された時は、ずっとキッチンねみたいに言われたら、やめると思う。はい、そんなこと言ってんじゃねえよ、はい、バカ、はい、なんだ今年の目標何。今年の目標は計画です。な、はい、メタだろ、はい、絶対売るから、絶対売らせるから、はい、お願いします。その男気には絶賛の声が殺到したローランドの右腕だったが、ユウシさんはどこにいるんですか。ユウシ君は正直音信不通になりました。え、返事は返ってこないです。え、何があったんですか。一回一緒に来たんですよこっち、はい、2ヶ月ぐらいかな一緒に働いてたんですけど、はい、まあ本人曰くローランド社長がお店を再開するときに戻りたいですっていう感じで連絡が取れなくなりました。急に来なくなっちゃいました。ディレクターから連絡を取ってみると、その後も電話は繋がらず、メッセージも未読のまま。ザクラブというホームを失い、一人歌舞伎町を去ったのだ。次回、ローランドが期待を寄せた元アイドルホストに試練が。ちょ待って、下まで行こう。なんで乗らないでって、なんで乗らないでっては、ね、乗らんといて、ね、乗らないで。まさに修羅場に発展。そしてすごいこう穴が開いた感じですよ。自分の本当に半分ぐらい今ない感じ。ローランド・チルドレンに忍び寄る絶望感、一体何が。